はい、皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。7月10日土曜日のソニカーパート2行きたいと思います。時刻は5時半ですね。これからちょっとまた移動になります。ここでちょっと録画ができるかなと思います。さて、パート1ではですね、ソニカーの、うんちくみたいなものをお伝えしましたけども、じゃあ実際に走行10万キロを超えた中古車を買って、去年の10月の末に納車されましたけれども、 そこから8ヶ月、ほぼ毎日に仕事に使って28,000キロ、さっき見たらですね、オドメーター今128,000飛んで29キロになってますね。28,000キロってことでしょうか、購入後。この28,000キロを走ってきてのこのエンジンについての KFDET エンジンについての感想を、まずですね、端的に言うと仕事にはもったいないです。月曜日から土曜日までこのように街中を走ってるわけですね。プライベートではもちろん首都高や高速に乗ることも多いんですけれども、それは日曜日ですから圧倒的に市街地街中を走ってることが多いです。八王子バイパスをはじめバイパスなんかもよく走りますけれども、せいぜい 6,70 キロですよね。なので、4000回転以上踏むことはあまりないですね。結果的にはですね、先ほど言ったその一番トルクのある3000回転前後を使って気持ちいい走りをするというのがとても感じがいいです、このエンジン。購入時でも10万キロをちょっと超えてましたけれども、もう全くなんていうんですかね、走行フィーリングとしては衰えてない感じですね。前のユーザーの方が本当にオイル管理などメンテナンスが行き届いていたんだと思います。リコール関係もほぼすべてシールが貼ってありますんでね、あちこちに大部分がこのサイドシールのところですけどもね、本当に感謝したいと思いますね。で、中古車によってはですね、この10万キロを超えてても全く問題は感じないですね。11月12月からずっとこの今日まで、仕事にほぼ毎日のように使っているわけなんですけれども、行っているメンテナンスは掃除とかそういうのはもちろん行いながらも、基本的にはオイル交換だけです。オイルとオイルエレメントの交換ですね。途中で1回プラグも変えました。それから、どこでしたっけ、ISCVアイドリングの、スピードをコントロールするバルブのところの清掃をしたりとかですね、そういうお金のかからないメンテナンスはやりましたけども、定期的に必要なものっていうのはオイル交換のみですね。それで、10万キロを超えたところからさらに28,000キロ、全くノントラブルどころか、先ほど冒頭申し上げましたようにもったいない感じがするぐらいいい走りをこの車はします。もう今ソニカは中古車しか売ってないと思うんですけれども、ぜひお宝的なですねソニカを見つけましょうよ皆さん。私もお金持ちだったらもう1台欲しいぐらいですね。もう1台というかこれにお金をかけたいですね。いろんなところ、ブッシュだとかアッパーマウントだとか、車庫帳だとか、いろいろお金をかけていきたいという気満々です。そのぐらい安く買えてとても良くて、で仕事に使うにはちょっともったいないぐらい質が高くてっていうところですね。その大部分を占めるのがこのエンジンの、フィーリングが大きいと思いますね。さっき言ったようにですね、この3000前後のトルク感っていうのを、実は昨日から改めて意識して走り出してるんですけれども、信号待ちでスーッと出ますよね。スーッと出た時ってアクセルをスッと抜いてるところって3000ちょっとぐらいのところなんですよね。やっぱりここをスーッと使うのかっていう感じです。車のこう初速というか出足もなかなかいいですしね、激速いわけじゃないですけれどもスーッと滑らかに出てきますし、かつ遅くはないですよね。3000回転前後を改めて使って走っていると、なんていうんですかね、CVT とこのターボエンジンの組み合わせの良さっていうのを改めて実感します。
まあ、KFDT エンジンについて言えばですね、私ちょっと他の K のターボのエンジンはあまり乗ったことがなくてわからないんですけれども、660cc の K のターボということで、こう先入観持たずに乗るとですね、まあ、言うとですね、滑らかなんですけど明らかに盛り上がりのあるエンジンですよね。さっき言ったように3000ぐらいから滑らかにトルクが出てるんですけれども、4000でグッときますね。でその先6000前後までグッとターボの、引っ張りが出てくるんですけども、その先は、やや伸び悩むと思います。まあ、踏み抜いたことがないので、そのレッドゾーン7500に当たるところまで引っ張ったことがないんですけれども、何回か行ったスーッ と、踏み抜いた時、踏み抜いたとか踏み込んだ時の感じでいくと、ピークパワーの出る6000回転ちょっとで、頭打ちという感じではないんですけど、そこから先は伸び悩むような感じがあると思います。まあ、下り坂だったらグーッといっちゃうのかもしれないですけれどもね。なので、普段走っている時はドライブか S で、信号発進から3000回転ぐらいのところまでスーッと走って、もうちょっと走りたいときは4000回転強までグーッと引っ張ると、でもっと本気に走りたいときは6000回転強ぐらいまでグーッと引っ張るという感じになるかと思います。その時の加速感というのはですね、決してその 1000cc とか 1200cc のような感じではなくて、あ、ターボだっていう感じの加速ですね。ですね、シチュエーションによっては加速感も結構変わります。今レギュラーを入れていますけれども、ガソリンの価格高騰のために仕事中はレギュラーを入れていますけれども、例えば気持ちよく長野県のビーナスラインを走りたいみたいな時にはきっと排浴を入れた方が気分がいいと思いますね。排浴を入れると速度の増し方が違ってくる感じです。タイム自体はあまり変わらないかもしれないんですけれども、体感するものは結構大きいかなと思います。そういうふうに、ケースバイケースでレギュラーと排浴を変えたりとかですね、することで加速感でまた変わってきますね。あとは何て言うんでしょう、ですね、まあ、ややヒート気味じゃあヒート気味なんですよね。管理温度が100度前後なんですね、この車ね。やや高いなと思うんですけれども、まあ、これはターボチャージャー冷やしているところにも関係あるのかもしれませんけれども、ですね、まあ、水温を見ている限りではやや高めかなと思うんですが、街中を走っているとその辺のそのヒートまでいかないんですけど、ちょっと渋滞気味でエンジンが熱くなっている時にはやっぱり熱気が充満してますので、加速はやや鈍いです。鈍いと同時にこうスーっていう感じではないですね、なんかコツコツコツってしたようなムラッケがあるような加速をしたりとか、ただ逆にまあこういう風に流れている時っていうのは滑らかなこの速度に合わせてスーっと加速を入れていくと、なんていうんですかね、もうターボ車独特の気持ちよさ、言うとリニアではないんですけれども、なんていうんですかね、車速と加速感がマッチしない、こう車速加速感みたいな、そういう面白さはあると思います。そうですね、そんな感じのエンジンでしょうかね。本当にですね、仕事にはもったいないと思いますね。まあ月末ソニカを車検に出しているときに、ちょっとまたミラーで今度はミラー何の話をしますけれども、仕事には正直ミラが合ってると思います。過不足ない走りですし、踏んでもそんなにね、すごいふわーっと加速していくようなものでもないですけれども、逆に仕事はその方が気を使わないということはあるかもしれません。走って止まって降りて、また戻ってきて走って止まって降りてっていう、その繰り返しにおいて言えば、やっぱりソニカはちょっと贅沢かなっていう気はしますね。ただ今後私ゼロクラウンを手放す予定でおりますので、プライベート兼仕事で、仕事専任にはミラがもう1台あるという感じで、まあ役割分担はこの2台でいい感じになるのかなとは思うんですけどもね。ミラだけですとやっぱりちょっと正直プライベートが入ってくるときついですし、
ソニカだけってなると、ソニカを休ませたり、今回みたいに車検に出すときにバックアップ選手がいないってことになっちゃいますんでね、そういう意味ではこのソニカとミラバンの2ペアっていうのは私にとっては結構理想的なコンビに今なりつつあります。はい、ちょっと話がそれましたけれども、この KFDET エンジンの良さっていうのはターボにあると思います。ぜひこの速さと滑らかさと街乗りでの3000までの使い心地の良さっていうのを皆さんもぜひ体験してみてください。はい、それではだんだん西日も強くなってきましたね、次の目的地に向かって走りたいと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ。どうぞ良い週末をお過ごしくださいね。